2002年の日韓ワールドカップ初戦のベルギー戦で負傷退場。何が起きてるのか分かんなかったですね。まあ、自分から腰を下ろすという経験があんまりないんでね、まあ、長年経って今あの時を振り返れば、張ってでもやんなきゃいけなかったというか。ここから日本代表について復帰していきたいんですけれども、はい、少し話を戻して、はい、99年日本代表初招集、うん、初めての日本代表どうでしたか？まだ早いよっていうような風にも思ったし、そもそも日本代表っていうものが縁のある世界だとは思ってなかったんで、ワールドユースには行ってたけど試合にも出てないし、はい、アンダーカテゴリーでレギュラーでも取れてない、はい、でアトランタのオリンピックに本来だったら世代だったらあれだけど、はい、全くかすりもしなかったから、はい、それで急にっていう感じだったね。やっぱり海外 の, あのとんでもないモンスター級と戦うわけでしょ、はい、ってなった時の能力値の低さみたいなのはやっぱ感じてたから、自分がそのエスパルスで出れてんのって正直アルディレスがやってるから出れてると思ってたから。ただまあトルシエ監督でね、そのもちろんそのあのフラット3というようなのが先行してそのメディアで流れてて、はい、すごい興味持って見てて、うん、すごい好きななんか考え方だったし、あのアジアカップで服部さん、うん、松田さんとフラット3を形成されて全6試合出場ですよね。そうですね、はい、多分で日本に2大会ぶりのトロフィーをもたらすと、うん、で2001年コンフェデでは、はい、過去最高の準優勝に貢献と、はい、そして迎えた2002年の日韓ワールドカップ、うん、メンバー発表っていうのはどこで聞いてました？静岡のマンションですね、自宅で、はい、その時はもちろんもう主軸でプレーされてるので、いやもうね、2000その本当代表は本当順調にというか、コパアメリカが転機だったと思ってるんですよ。99年ですね。そのコパアメリカで自分が試合に3試合全部出させてもらって、はい、もっとやれるっていう風に手応えはあったのね、うんうん、はい、でトルシエ監督がもういつも焚きつけるわけだけど、はい、その意味が初めてあそこで分かったっていうか、代表に定着したいなっていう風に芽生え始めてたぐらいで コパに行ってるのよ、はい、コパを取ろうなんてをその大それた考えは自分の中でなかったけど、コパを取るっていう風に思ってたらもっと相手の分析とかもしてたかもしれんし、そしたら結果変わってたかなっていう風に思って、帰ってから全然取り組む姿勢が変わった。でそこからその代表でもある程度ずっとレギュラーでやらせてもらって、はい、で2002年の頭に元旦に天皇杯を取って優勝して、はい、エスパのキャンプで肉離れバーンってなって、で4週後にもう1回慌てて練習したらパチンって2回目の肉離れ、あちゃーで、代表活動はスウェーデン戦が一発目だったのかな、6月5月の終わり、はあ、だからそのスウェーデン戦の前に発表だったのね、はいはいはい、多分、はいはい、ナビスコ、はい、2試合だけ出てで袖で発表だったから、ああもうドキドキというか、そうなんですね、そんな余裕こいたのは何もなくてほっとしたっていうのがもう全てです、うん。そして、はい、キャプテンとして臨んだ日韓ワールドカップ、はい、トルシエ監督からそのキャプテンに対して求められてることってあったんですか？明確に言われたことはない。まあ、トルシエ監督、うん、ものすごく、この視聴者の方々の中でも個性強いよなっていう印象を持たれてると思いますし、うんうん、コメントでもたくさんいただくんですけど、あ、そうなのね。まあ、その中で一番選手側として対峙してたのが、うん、森岡さんじゃないですか、うんうんうん、やりにくくなかったですか？全然やりにくくないね、うん、むしろその言ってバチンバチンってなってもそれをうまくこう次につなげてって言ってくれた監督だから、うん、分かりやすいエピソードで言うと、ちょうどメディアの公開日 で、はい、でその時にあの前からのプレッシングの練習ね、はい、でこっちは守備役です、はい、後ろからすんごいタックルきますみたいな、うん、ものすごくガーンって食らって、うん、本当に倒れてうわーってなってたらめちゃくちゃ怒鳴られて、うん、そんなんだったらもう清水帰れみたいな感じを、うん、まあ、ラバディが通訳して、うん、もう上がったよもう帰るよみたいな感じでスパイク脱いでバーンって投げて、はい、投げつけてみたいな感じで、はい、外出ようと思ったらやべえメディアいたみたいな感じになって、はい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 、めちゃくちゃメディアがいて、はい、スパイク投げたぞ森岡みたいな空気になって、はいはい、
やっちまったと思って、はい、これで呼ばれることねえかなってぐらいにも思うぐらい一瞬、うん、瞬間的な後悔はあったんだけど、うん、アイシングしてたら来てね、パーッとどうだみたいな感じで、いやどうだも何もねえしょみたいな、はい、なんであんな風に言われなきゃいけないですかって、うん、痛くもねえのに倒れてないから、うん、本当にあれだったからって話とかしたら、うん、まあ本当も悪いと、そう悪いというか今日はその前線からのプレスをもう徹底的に落とし込むってところで厳しい覚悟でいかなきゃいけないみたいなのをみんなに示したいから、うん、だからお前だからああいう風に言ったっていうような、うんうんうん、まあうまく言ってんだろうけど、うん、そこが悪かったみたいな、うん、っていうとこから入って、で実際どうだあだとかってそのもう何のわだかれもなくいける、お互いにバンバンバンってなっても、はい、もうだからなんか昔の青春映画なんか青春ものみたいよ、はい、喧嘩して殴り合っておわなんか仲良くなったなみたいな感じな、俺は個人的には鳥石監督はそういう人、あ唯一最後のワールドカップだけ自分があんなにねあの怪我で長くいなかったのにも選んでくれて、うん、初戦のキャプテンマークも任せてくれて、うん、で初戦で怪我してるわけだから、うん、こっちもたまらん感じの感情でもう本当わけわかんなくなってたけど、多分監督からしてもなんでこんだけやってきたのかここでってもうやりきれない思いがあったんだと思うし、うん、あの時だけ最後はなんかもうすっきりしないまんま終わっちゃった。あの初戦のベルギー戦で、うんまあ、フラット3の真ん中として、はいまあ、出場されました、まあ、途中負傷退場、あの時どんな心境になりました？心境はね、はい、何が起きてるのか分かんなかったですね。うん自分の足にうんなんだこれはっていう状態で、うん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 、でまあ運ばれて、まあ、自分から腰を下ろすという経験があんまりないんでね、うん、そのなんとか改善したい、はい、もう本当この辺が何にもわけのわかんない感触だったんで、うん、これなどうなってんだっていうの で2回ケツを、ね、お尻を下ろしてっていうところで2回目の時に運ばれてって常と交代したんで、はいうんうん、まあ長年経って今あの時を振り返れば張ってでもやっとかないやっなきゃいけなかったというか、うん、本当トラウマになっちゃったんで、うん、あれがあのゲームで、うん、ずっと夢見たような舞台が、あの自分で腰を下ろしたことによってもうワールドカップが終わっちゃったんで、うん、だから1試合目終わった時はね、でもね、しびれがシューッと引いてったのよ、アイシングしてたら、うん、次の試合は出れるっていうところで、うん、すっごい帰りのバスの中は安心感があって、うん、前々日の練習で動いたらまた同じような感じになって、でその時にはこの辺にねポン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 ってあの本当飛行疲れたようななんかあざがあって、これでなんか神経が変になんかいたずらしちゃってるのかもしれないみたいなの注射何本打ったかな、ズバ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 打って、うん、病院も何個も行って、うん、短い時間なんだけど病院行って何とかしてくれ何とかしてくれだったんだけど変わんなかったですね、試合の前日になっても。毎日酸素カプセルと注射と、はい、なもうそんなののもう連チャンだったね、ずっとね、変わんねえんだよと思って、うん、あのすごく、まあ辛い経験だとは思うんですけれども、うんまあ、当時センターをやられていて、うん、宮本さんが、まあ、出ましたと、うん、この時なんかこう声かけたりされたんですか？ベルギー戦の時はあのそれはできなかったね、うんうん、担架で運ばれてもう常がもうそこからパッと見たらいて、はい、頑張れぐらいなこと言ったかもしれんがそんなにちゃんと声かけたっていう記憶はないし、うん、ただそこから先いろんな話はしてて、うん、しっかり後ろで守るところとライン上げてコンパクトにして取りに行くところみたいなのの使い分けみたいなのはいつも以上にやっぱりっていうような話とかは風呂場とかではみんなでしてたね、うんうん、そういうのもあってやっぱロシア戦、うん、常のプレーにちょっと見とれたね、うん、うん、美しかったなと思って彼のプレーが、うん、ぐっと成長したと思って、うん、なんか自分の本当理想に近いようなボールの奪い方何回かしてたし、うん、置いてかれたかなって感じにすごい思った、うんうん、そこでなんかじゃあ常に対しての嫌な気持ちがあったとかそんなんない、うん、本当素直にすげえとこ行ったなって感じには思った、うんうん、その後出場することが叶わず
まあ、どちらかというとこう不完全燃焼なのかなっていうふうに見えているんですけれども、はい、日韓ワールドカップ振り返ると個人としてはどんな思いですか？今おっしゃる通りにその不完全燃焼、永遠になんか残ったやり残しというか、本当に張ってでもプレーしなかった自分がすごい嫌みたいなところがあって、で自分がね指導者になって監督業とかやったら最後に決断すんな自分だから、立ってプレーできんだったらプレーしろっていう話はしてる。でその時の自分がまともなプレーできなかったかもしんないけど立つことはできてたはずだから、だったらプレーしとけっていうところの本当そのやり残しも、ただなんかずっとそういうのがあるからなんか未だにサッカーやっててピッチでプレーできないけどサッカーは勝手に上手くなってってると思ってるんで、いろんな意味で、森岡隆三の中のサッカーっていうものは成長してると思ってるんで、あのやり残しがあるからかもしれないですね。今なんかこんな話しながら今そう思った。その後ですね、清水で活躍する中で、2006年出場機会が減り、2007年に京都パープルサンガへ移籍されたと、2007シーズン京都でキャプテンとしてチームを牽引されて J1 昇格に貢献と、そして2008シーズン現役を引退されますけれども、引退の決め手は何だったんですか？感覚ですね。感覚というか、引退を決めた前夜が、忘れもしないラフレホテルに泊まったんですよね。ラフレ埼玉ですか？確かラフレです、はい、で大宮とやったんで、クラブからはもう来年の契約はないっていうのをもう9月の頭、8月の終わりか9月の頭には言われたんですよ、いやいやまだやりたいです、っていうのがあったんで、人生で初めて仲介人というか代理人をつけて、エージェントをつけるっていう選択をしてラフレでお会いして、探してくださいっていう話をしてたんです、そのゲームでクロージングで出て、たったほんと数分間なんだけどやりきって、でレフリーの笛がピッピーってなった時に、なんか全てなんか今まで張り詰めてたみたいなものがなんかストーンと抜けた感じがして、もう終わりでいいのかなっていうふうに思ったの。なんか不思議と試合終了の笛がなんかねそのまんま自分のなんか現役引退の笛みたいな感じに聞こえちゃったんだよね。そのでも前日までは代理人を、そうだよ、探して迷惑な男だよねいやいやそんなことはないんですけど、だけどあの笛はねそれぐらいなんか、短い時間だったけどやりきったなって思いもあったし、引退後、京都のトップチームのコーチ就任、そしてその後はトップチームのコーチを経て2015年には京都のアンダー18、18ですね、の監督に就任、17年には J3 ガイナーレ鳥取の監督に就任、そして現在は古巣清水エスパルスでアカデミーヘッドオブコーチングという役職なさってますけれども、実際に今清水エスパルスではどんなことをやられてるんですか？ヘッドオブコーチングっていうのが聞きなじみはないところだと思うんですけど、簡単に言ったらそのアカデミーのスポーツダイレクターみたいなもんで、そこの全体のスポーツパフォーマンスの統括ですね。アカデミーは我々としたらだからちゃんとしたフィロソフィー、基本的な考え方、勝ち負け以上の価値の創造、サッカー人として一人の人として自立することを最大の目的とするっていうのが一番最初の大題目であるのね、アカデミーのってことですよね。そう、それを定めたのね、競争プラス協調イコール競争みたいな、競争の中で個を高めて、組織の中で協調性を養いましょうと、で初めて共に作る競争、みんなでハッピーになれるよねっていうのと、自発プラス自立イコール自立で、自分でアクションを起こしましょう、で自立、自分を律する、アクションを起こして自分をコントロールして初めて自立っていうのは道を切り開ける、どこにでも行ける自立になるよねっていう、この真ん中の自立が一番難しいと思うんだけど、そこをやっていくのが僕らのアカデミーかなというふうに、っていうその最初の大題目、勝ち負け以上の価値の創造なんで、勝ち負けにはこだわるけど、勝利の価値だったら勝ち点3がマックスだけど、それ以上を日々掴みに行きましょうっていうような意味での価値の創造、この背景には昔の高校時代に言われたようなこととかが結構残ってるのかもしれないんだけど、要は育成年代で勝つ、それは一つの自信にはなるけど、じゃあそれで一生食べてけんのかって言ったらそうじゃないよねっていうところがあるから、
しっかりとしたあのものを積み上げていきましょうっていう意味での、ただ勝ち負けにこだわらなかったら競技スポーツやる意味がない、うん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 、そこを履き違えないように伝えるのは難しいんだけど、そこはやってるとこかな。そのためのカリキュラムをボーンと、まあ、試行錯誤をしながらですけどね、簡単ではないけど、 その何か清水のサッカーに今後にもつながっていくようなものが何か作れればいいなっていうので、なんか僕あの今までの話がすぐ全部こうつながったような感じがしていて、これまでの経験されていること、はい、清水が、強かった要因とか、まあ、そういったところもきっと今のやられていることに全て結びついているのかなと思うんですけれども、最後に今後の森子さんの目標って何ですか？ずっと言ってるのはサッカー味わい尽くしたいっていう、自分なりに、サッカーボールがあったからやっぱ生きてこれたと思ってるんで、もう本当にそのサッカーボールなかったらどんなになってたか分かんないんで、サッカーを通しての中世の中を豊かにうんぬんとかってもちろんそんなのはあるんだけど、まだまだ味わい尽くせてないというか、果てがないじゃん、サッカーの探求で、もう心ゆくまで味わい尽くしたいなっていうのが大きなところではあるっていうのがあって、目標で言うと ACL 取りたいなっていうのが指導者として、それは何でかって言われてもあのただ楽しかったっていう思いがあるんで、ACL の戦いとか、あとはいっぱいあるんだよね、だからなんかこれだけとかじゃなくて、タイミングでいろいろ決まっていくもんだと思うんで、今こんだけアカデミーの仕事もして、育成もコーチも監督もやったし、いろんなのを経てきてるから、そこを総合的に見れる役職なんかがあったらいいなとかっていうのも思うし、やりたいことだらけなのよね。ものすごく今僕面白いなって思ったのが、目的がサッカーを味わい尽くすことじゃないですか、だからやりたいことがたくさんあって当然なわけですよね、目的を叶える手段としていろんなものがあって、まあ目標がいろいろあるみたいな。でその時に森岡さんの喋られてること、なんか急にサッカーからちょっと外れるなとかあのこうああだなこうだなっていうのはあるんですけど、今の話を聞いた時に全てがこう僕の中ではその目的に向かって話をしてるんだなっていうのが理解したので、もう一回僕はあの質問をし直したいなぐらいの感じですよねめちゃくちゃ面白い。さすがやっぱ日本代表ね、トルシエ監督がこうキャプテンに指名する人だなっていう人格者なんだなというふうに思いましたということで今回は森岡さんと森岡隆三のサッカー人生を振り返ってきました。本日はどうもありがとうございました、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。いかがでしたか？いやめっちゃ面白かった。いやもうさ、本当にサッカーが好きだし、で単純にただサッカーが好きじゃないっていうか、あの思考が整理されてるでしょ。何よりもやっぱ森岡さんってずっと一貫してその目的みたいなものが多分変わってないと思うんだよね。もちろん苦しいこととか辛いこととかあるんだけど、でもブレずに進めるし、決断するときに笛聞いてね、やめるって決めれる、この決断力みたいなものも一貫性があると思うんだよね。話聞いててなんかすごく素敵だなって思うし、物語と一緒ですよ、本と。これね、いただいてです。森岡さんの著書、すべての瞬間を生きる、これねぜひ皆さん、あの多分 YouTube だと語りきれなかった森岡さんのサッカー人生について書かれてる本ですし、ぜひ興味を持っていただいた方はこれはね読んでいただきたいですよ。今日もサッカーについての学びと、特にね人生についてのこう学びを得た瞬間かな、そういった時間だったかなと思いますね。皆さんぜひお買い求めを。